はい、こんにちは。豊島区議会議員、くつだりょうでございます。かんたろう様、みつる様、ペリズマイ様、ペリツマ様、福田様、ひかるひかる様、近藤隆節様、大和恵子様、ひとり様、インコ様、ゴロミ様、ヒーロ様、解決、ハリマオ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。ヨステビト様、ご支援とお手紙、ありがとうございました。モモンガ様、早川様、アンドロメダウサギ様、イチファン様、カズコ様、リナ様、コンノ様、お手紙、ありがとうございました。随分久しぶりの動画投稿になります。2週間ぶりですね。16日から入院して、まあ、ちょうど2週間ですか。1週間ぐらい、抗がん剤治療で1週間ぐらい入院っていう話でしたけれども、随分伸びて、しまいました。っていうのはですね、抗がん剤による胃腸の停止で、吐き気とですね、胃痛がですね、私人より長く続いちゃいまして、10日以上。で、まあ、21日に今退院してきたんですけれども、やっぱり吐き気と胃痛ありまして、病院で出された薬飲んでもですね、治らないんですよ。んで、1日食えたり、食わなかったり、食ってもうどん半分とかですね、1日ですね。で、10日間、ぐったりしておりました。白血球じゃないや、血球減少と脱毛、免疫が落ちるのは、これからっていうか、まあ、今がピーク、今日ですね、がピークみたいなんで、今の症状はですね、やっとおとといから、おにぎりとか普通の食事食べれるようになったんですけれども、胃腸が動き出してね、辛かったな、10日間、ずっと、胃が痛い。っていうのは、硬くなっててね、んでね、触ってみると、辛かったであります。寝たり起きたり寝て、で、食えないもんだから、一日中、朦朧としてですね、昼間もずっと寝ておりました。今の症状はですね、血球、赤血球、白血球ともに減少しておりまして、10メーター歩くと、ゼーゼーしてしまいます。マスクつけてると息苦しくて取っちゃうし、あと、まあ、だるくてですね、体力戻ってないんで、寝たり起きたり、寝たり起きたりっていう生活、今しております。来月10日頃再度まだやるんですけど、その時また10日ぐらい休むかもしれません。これがですね、あと3回やるっちゅうのかな。これ肺がんとか、肺がんにかかわらずですね、がんの手術した人、お決まりの内科コースっていうか、抗がん剤投与のコースっていうかですね、3週間おきに4回やると。で、まあ、次は軽いといいんですけど、その、10日寝込むのが、胃痛と吐き気が、軽く済むといいなーって思っておりますけれども、まあ、しょうがないですね。手術した人は、デフォルトでみんなやるやつみたいですからね。まあまあ、ちょっと1月末ぐらいに最後の抗がん剤投与、4回目があってですね。そっからまた10日ぐらい乗った打ち回って、やっと終わりって感じになるみたいであります。まあまあ、しょうがねえなと思って、諦めておりますけれども、テレビ改革等で活動しておりますが、テレビがおかしい。直すべきなんだ。改革すべきなんだ。って、知らない幸せな人が多い。街頭に立ってると。これ、葛飾で実感したことなんですけども、方々の受けが悪いんで、準備でき次第ですね、党名を日本改革党に変更したいと思っております。政治団体届の名称変更届やら、団体口座の名称変更やら、いろいろありまして、まだ準備が整っておりません。霧のいいとこで、1月1日に変更ってことにしようかな、って考えております。療養中のブチ切れ事案。
まあ今も療養中なんですけど、あの寝たり起きたりしてますんで、すぐ息が切れるもんで、あとあの白血球も減少しておりまして、免疫が下がっておると。なもんであの外出れません。風邪なんかひくとえらいことになりますんで、まあ今も療養中なんですけども、11月27日沖縄県八重岳に向かう自衛隊通信隊の車列を左翼約30名が枝が折れたなどと難癖言いがかりで妨害、訓練中止になっちゃったとございます。これあの国防を30名ばかしの活動家が中止に成功したってことですよね。これ国辱者じゃねえかあなんて思うんですけど、妨害者に通してくださいと頭を下げる隊長、明らかな公務執行妨害なのに、これあの自衛隊の活動の妨害してんだから公務執行妨害でしょうよ明らかに。なのに遠巻きに傍観して何も言わない、何もしない沖縄県警ということで、やるせないですね本当に。訓練中止なんで、あの下げた頭は無駄になったみたいであります。通してくださいって、あの平身抵当じゃないですけど、頭下げてんのに左翼どもが何のかんの言って道路封鎖してですね、左翼による国防妨害事案ですよ。しかも逮捕も何もされねえ。沖縄県警がおかしいんですかこれ。兵は国の大事って言いますけど、こんな状況は異常の一言だと思います。だってあの国の仕事でしょ、あの国防訓練なんですよさ、それをさ左翼が活動家30名ばかしが中止させられるって前例作っちゃったのね。普通の国なら催涙弾とか放水車の出番ですよね、そういうね輩を蹴散らすためにですね。気の荒い国だったらいきなり射殺もありえますよねこんなの。勝手に道路封鎖してんだから道交法違反は明らかじゃないですか。これ沖縄じゃなくてね、左翼30名が勝手に首都高を封鎖したのしたらすぐ逮捕ですよね。機動隊出張ってってね、訓練妨害って明らかな公務執行妨害なのに何にもしない沖縄県警、これ異常すぎるし理不尽すぎますよ。こんなこと許されていいんですか。兵は国の大事じゃないんか、何が枝が折れただって、国家あっての枝ですよね。でこいつらが自由に物言えるのも国家あっての表現の自由ですよね。こんな理不尽はですね、あの今を生きる我々大人がですね粉砕して後世に渡さないと、残さないと。理不尽でこんな風に生き通るのは我々だけでないとですね、まあ子孫にですね、あの頃の大人たちは腰抜けだと、何やっとんな、何やってたんだ、寝ぼけやがって、そしられますね。あとまあ帝国が健全だった頃を生きたご先祖様たちにも顔向けできませんよ、あの世に行ってからね。我々の代できっちり粉砕すべき事案、この沖縄の異常な状況もそうですけれども、まあ一番目に来るのは救助、こんなの使ってる国日本だけですよ。防衛を放棄する日本人は黙って殺されてるみたいな憲法あるのは日本だけですんで、これもなくさないといけない。後世に残してはならない。革命で日本人奴隷化を目指す共産党、これも粉砕しとけなければならない。私が生きてる間に、見ないから払わないっていう権利を認めない NHK も粉砕しとかないといけない。日本以外でやってる国全然ないですね。外国人生活保護なんかも粉砕しとかなくちゃいけない。こんなのやってるの日本だけですよ。しかも法的根拠なしに、年間数千人の行方不明者を出している
外国人技能実習制度、あと日本人を差別している外国人留学生の超優遇ね。外国人には年間380万タダでくれてやってですね、日本人の学生には4年間で450万円貸して600万円取り立てるって、日本学生支援機構でやってることはただの金貸しですから。しかも外国人にはタダで金くれてやって、こんなのもなくさないといけない、今の代で我々大人たちが、残せない以外にもなんでこれがないのかっていうものもありますんで、足さないといけないものもある。スパイ防止法とかですね、嘘つきメディア処罰法とかですね、なんぼ嘘ついても限度があっぺっていう嘘は、そのね、マスコミを処罰できるような法整備が必要だと私は思っております。まあ別な話題なんですけども、武蔵野市で外国人住民投票条例改正案なんて出されまして、留学生でも実習生でも3ヶ月武蔵野市に住んでれば投票できますよなんていうとんでもない条例が議会に今かけられてるんですけど、これ一生懸命やってる武蔵野市長ね当選してから1年経ってませんのでリコールできないそうであります。つまり今は何をやっても市長の職を追われないですね、無敵状態。その時期狙ってですね、最初にこの条例持ってきたってことは一番やりたかったことなんだろうなーって思われます。外国人に投票権を与えてもですね、自分に投票してくれるとは限らないのに、昨日あたり山口夏男公明党代表も外国人参政権は考えてみてもいいのではないか、なんてとんでもないことを言い出して、この野郎ら、それ認めても公明党に投票してくれとは限んねえからな、これはアメリカ民主党も勘違いしてる部分なんですけどねアメリカだと不法入国者、国境越えてやってくる連中に参政権与えたがってますね、アメリカ民主党はね。それは自分らの票になっからって思ってるんでしょうけど、そうとは限んないからな。やっぱ左翼はですね、脳みその構造が違う、あるいは同じように聞こえるが違う言語で話してるとしか思えませんよね。私は豊島区の共産党による懲罰動議、懲罰委員会にかけられて全然話噛み合わなかったんで、まあボコボコにやっつけましたけれども、本当脳みその構造違うんだな、この人だな、痛感しました。そういえば自由と博愛を歌った人権宣言ってありますけどね、ポリコレ元祖っていう感じでしょうか。自由と博愛って相反する概念って思いません？皆さん、日本の左翼はですね、他人の自由は認めないし、外国人しか博愛しないし、日本人相手の博愛なんかないしね、日本の左翼は。まあ特殊な部分なんですけどね、まあ外国のスパイだからなんですけどね、日本の左翼に限っては。武蔵野市はですね、12月21日に条例案の採決の方で要監視ですね。まあ最初は賛成するって言ってて、あまりのね影響の大きさにやっぱり反対って心変わりしてくれる議員が増えるようにですね、まあ凱旋したりいろんなとこで、地元の方も活動していらっしゃいますけれども、これが可決したら下で武蔵野市がどうなっていくのか、しょっちゅうしょっちゅう外国人住民投票やられて、どん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 外国人にいいように作り変えられていくのか、中国人が10万人引っ越していくのか、ちょっと成り行き、可決したら下で
成り行き見張っていたいなっていう感じであります。というわけで、まだ万全の調子じゃなくて、寝たり起きたり、起きたり寝たりしてる生活しております。免疫も落ちてますんで、ですんで突然ポコッと動画の投稿休むかもしれません。その時はツイッターで今日 の動画お休みしますって、告知します。ツイッターやってらっしゃらない方も、私のツイッターは眺めることはできますので、まあ、書き込めことなんかはできないですけど、眺めることはできますんで、よかったら私のツイッターですね、眺められるようにしといてくれると嬉しいです。デトックスジャパン。